最高のコンディションでお願いします。ありがとうございます。出し切りました。出し切りました直角さんでしょ。アレンジ、あれそうです、いけですよ。最近すごい直角さん呼んでくれてて。あ、そうなんですね。それで結構こうつめつめっていうか、すごい丁寧に一個一個作ってるんですよね。はいはい。今回特になんか難しかったところ。そうですね、やっぱあのタタ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 って16音符で細かく切っていくところとかが、はいはいはい、感想のところですね。そうですね、あのトロンボーンがこうやってましたよね。大変そうでした。普段トロンボーンってああいうフレーズを吹かない楽器けどできるんですよ。できちゃうんですよね。そうなんですよ、うん、だから不可能だったらゴンガしたりするんですけど、はいはい、ギリギリできるんですよ。できますよね。今日もなんかちょっと粒が揃って。そうなんですよ、はい、まあそれももちろんプレイヤーの腕と、はいはい、やっぱ書いてる人がどんだけ分かってるかっていうところのバランスですよ、はいはい、ライブだったらボロボロですいやいやいや、とんでもないですよ。そんなことないですよ。ライブとかの現場もたくさんやられてるじゃないですか。はい、ライブとかもテレビ収録とかそういうものと、なんかスタジオ録音でパッとこう入るときって何か自分の中にこうスイッチがあったりとかするんですか。そうですね、まあ録音はライブみたいにやんないとなって思っていて、いわゆるこう守らずに、まあ、攻めていったりっていう。なるほど、ね、逆にライブは録音みたいにやんなくちゃなって思って、まあ、丁寧になるっていう、はいはいはい、こうパーツを組み上げていって曲の頭から最後までバーンって取るんじゃなくて、はいはいはい、ほんとパーツパーツで。そうですよね。ここができたらこっちに持ってきて、はいはいはい、こう組み上げていって、はいはい、でそれはこう隣で吹いてる人たちのやっぱ体力とか落ちてきたりしたら、もっと先景色がちょっととりあえず見えるところで行って、はい、気になるんだったら後で直しましょう。なるほど。っていう感じで同じところでつまずいてると進まないじゃないですか。とりあえず進めて戻る。やっぱ次はぜひライブでこれを再現する機会が。そうですよ、これをね、これねえ、やっぱぜひ、ね、生の宝石を入れたいなというやりたいですよ